はいどうもこんばんは。マイナンバーカードの、マイナポイントの申し込みっていうのが今日ね7月1日からできるようになりました。でね、前回とってももうね4ヶ月ぐらい前ですけど、僕はねこのマイナンバーカードを使ったマイキー ID の取得っていうね動画を出してるんですけど、あれでね、まあ、僕は一応マイキー ID まではもうすでに取得しているということで、今日は実際にね、このマイナンバーカードを使って、マイナポイントの申し込み作業っていうのをやってみたいと思います。前回ね、この Pixel 3A で、このマイナンバーカードを読み取って、マイキー ID のね、取得しようとしたんですけど、実際に読み取りエラーで何回やってもできなかったっていうね、そういう痛い経験があるんですけど、その時はもうね、どうしようもないんで、もうパソコンでカードリーダー挿して、登録してしまったんですけど、今回はね、またね、ちょっとスマートフォンで、ちょっとあえてもう一回挑戦してみたいと思います。前回のね、マイキー ID 取得の動画の中でも、コメント欄でね、結構これ、できますよって話もね、いろいろいただいたので、実際に今日はね、もう一回ちょっとリベンジでチャレンジしてみたいなと思います。なんかね、こう、すぐに話すとダメみたいですね。いろいろね、動画に寄せられたコメントを見ていると、こう、ブブってなるんですけど、ブってなった後に、まあすぐ話しちゃうと良くないみたいな、そんな感じのコメントもちらほらあったので、まあちゃんとね、今日はがっちりつけたまんまパスワード入力まで行ってみようかなと。まあそんな感じでちょっとやってみたいと思います。はい、それではですね、早速ですけど、ちょっとね、スマートフォンでまずちょっとやってみたいと思います。でね、一応マイナンバーカード、マイキー ID とかって検索すると、このマイナポイントの予約申し込み、マイナポイントの取得っていうね、サイトが出てくるので、それをタップします。はい。するとね、このマイナポイントの予約申し込み方法っていうサイトに来るので、僕の場合はこれね、Android なので、Google Play で手に入れようってとこをタップします。するとね、これ前回入れてるから入ってるみたいですね。マイナポイントっていうアプリがもう入ってまして、それでやるみたいですね。はい、開きます。マイナポイントをもらうためには、マイナポイントの予約の後にマイナポイントの申し込みをしていただく必要がありますと。まあ僕はね、もう予約してるはずなので、今日申し込みですよね。はい、マイナポイントの予約、マイキー ID の発行はもう行ってるので、予約がお済みの方はこちらってとこね。これね、まだマイナポイントの予約してない方は、まずね、マイキー ID の取得ってところからやらなければいけないですね。で、まあそもそもね、今この時点でマイナンバーカード持ってない方は、マイナンバーカードの申請からまずしなきゃいけないということで、それもね、前回動画出してますので、そちらもちょっと参照してみてください。マイナンバーカード取得した後に、マイキー ID の発行っていうのを行うんですけど、これがね、前回も動画上げてるので、これもね、ちょっとそちらの方を確認していただくとして、今日はちょっとマイナポイントの申し込みのところから行きたいと思います。はい、マイナポイントの申し込みタップします。はい、マイナンバーカードでログインボタンを押してください。はい、押します。はい、IC カードをセットしてください。じゃあちょっと IC カードを読み取ってみたいと思います。できるかな？はい。ここに今ね、スマートフォンの裏に、普通にこうやって合わせたらブって言いました。で、暗証番号を入力してくださいって出てるので、入れたいと思います。はい。暗証番号入れました。じゃあ OK 押します。マイナンバーカードで、もうできた！もうできてる！あなたはマイナポイントの申し込みが可能です。これもうカードを外していいのかな？これ。カード外します。マイナポイント申し込み、こんな簡単なの？すごいあっさりですね。はい、マイナポイントの付与上限5000円。はい、申し込みへ進むいきます。はい、決済サービスの選択っていうところで、僕はね、一応楽天をメインで使ってるので、楽天ポイント、楽天エディ、まあこの辺でいきたいと思います。で、電子マネーで検索しますね。わ、いっぱいある。楽天で検索してみます。出てきましたね。楽天で検索したら一発で出てきました。楽天エディですね。じゃあ、これで選択したいと思います。これね、
ちなみに電子マネーのこの申し込みは一度やってしまうとね、もう帰れないみたいなので、間違いなくね、自分が使う電子マネーを登録した方がいいと思います。はい、じゃあね、選択します。はい、楽天 AD 決済サービス次へ進む、マイナポイントの利用規約っていう画面が出ましたね。はい、マイナポイントの利用規約及び決済事業者利用規約に同意します。で、申し込みへ進みます。はい、申し込み情報の入力、以下に申し込みが必要な情報を入力して確認ボタンを押してください。なんか入れんきゃんないんだよこれ。楽天 AD のお財布携帯などセキュリティコードがない場合は楽天 AD アプリからお申し込みください。決済サービス ID のところに半角数字16桁の AD 番号っていうのが入るみたい。で、セキュリティコード1ってところには AD コード半角数字6、7桁が入るみたいですね。どうやらこの2つが必要みたいですね。これは楽天エディのカードを持っている方であれば、おそらくカードの裏側に書いてあるのかな？なんですけど、僕はね、楽天エディのカード持ってないので、楽天エディのアプリの方から見ればいいのかな、これ。ちょっと楽天エディのアプリを立ち上げてみますね。楽天エディアプリの方から、マイナポイントの申し込みっていうのができるみたいです。で、今ね、僕のスマホの方では出てなかったんですけど、マイナポイントメニューっていうのが出てなくてですね、どこでやるのかなって感じだったんですけど、これね、アプリをアップデートする、アプリをね、更新することで出てきました。マイナポイントメニューってね、出てきてない方は、これアプリの方を更新するといいと思います。で、更新するとね、このマイナポイントメニューっていうのが出てくるので、ここで設定します。マイナンバーカードをご用意の上、以下より手続きを進めてください。僕はね、このお財布携帯のエディしか持ってないので、エディカード持ってればね、さっきのマイナポイントアプリの方からやればいいと思うんですけど、僕はちょっとね、エディのカード持ってないので、お財布携帯の楽天エディのアプリの方からこれ今入りました。で、お財布携帯のエディで申し込みます。はい、マイナンバーカードで認証っていうボタンが出てきましたね。あ、同じですね。これで、カードをセットして、はい、パスワードを入れると。はい、パスワード入れました。じゃあ、OK を押します。はい、で、もうこれ外していいと思います。はい、楽天エディで、同意申し込みします。はい、申し込みが完了しました。2020年の9月1日から、2020年の3月31日までに、申し込みをした楽天エディにチャージすると、チャージ金額 25% 分のエディを受け取ることができます。最大5000円が上限ですね。楽天ポイントからのポイントチャージは対象外。とりあえず申し込み終わったみたいですね。で、要はね、僕はこのスマートフォンで、今度9月1日から、例えばね、2万円分一気にね、チャージしてしまえば、5000円分の電子マネーが、このエディで受け取れるっていうことになるみたいですね。で、まあ当然これね、電子マネーはね、ほんといろんな、もう結構何でもあると思うので、僕はね、楽天エディでやりましたけど、当然楽天エディじゃなくてもね、いろんな、それぞれお使いの電子マネーでやればいいんじゃないかなと思います。はい、とりあえずね、これで今、マイナポイントのね、申し込みと、電子マネーエディの登録っていうのが今ね、無事に終わりました。本当に今ちょっとね、楽天エディの手続きの方がちょっとわかんなくて、ちょっとまぐまぐしてたんですけど、実質5分ぐらいで多分終わってますね。特に迷わなければすんなり5分ぐらいで終わるような作業だと思います。でね、スマホで、簡単に読み取れましたね。なんでこれマイキー ID の時はできなかったのかちょっとわかんないんですけど、今はね、ほんとあっさりブッてすぐに読み取れました。なのでまあ、これね、僕のは Pixel 3A ですけど、読み取りのね、NFC が入っているスマートフォンだったら、おそらくね、読めると思うので、このね、読み取りに対応している機種の一覧っていうのも載ってるので、それに載ってる機種の方は、ぜひね、スマートフォンでやってみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今日はね、無事にこのマイナンバーカードからマイナポイントの申し込みっていうのをやってみるという動画でした。この動画がね、
いいなと思ったらぜひグッドボタンをお願いします。あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。